皆さんこんばんは、マーティンダーミャクボキンダです。一応岡の道の駅ハングルを実現したいパート2行きたいと思います。まあ、防衛庁本拠地移転計画も前あったと思いますが、道の駅、まあ、経緯前回お話ししました。今回はその候補先どこがいいか、まあ、ハングルでまあ行ける便利なところはまあそうですね、迷いますけどもね、はい、やっぱり宇宙浜海道のところ、まあどこら辺、またはハングル4章ら辺のまあスーパーノードも候補に入ってるよ。スーパーノードら辺、まあハグロ4章の近くも候補かな。最初一つはその道の駅、まあそうですね、ハグロ4章地区ら辺と、あとはまあ難しいね、あとはまあそうですね、ハグロさんよりもっとまあ山奥は無理だから、そうですね、難しいね、なかなか。まあ街中もいいけどもちょっと難しいです。はい、あとはまあ候補だったら宇宙浜街道のまあ羽黒山椒の、なんて言いたいんだろう、まあどっかの店、九州屋を借り、九州屋のお酒場ですよね、そこでも改装してでもいいと思いますし、あとはまあ候補として難しい荒川でもいいと思いますけどもね、難しいね、なかなか。コミュニティセンターをまあ移転して道の駅という手もあると思いますね。コミセンをまあ改装してですけどもね、はい、体育館があるからそれも候補に入っております。あとはまあ候補と場所難しいですね、なかなか。あとはまあハグロ一生の跡地でもいいかもしれません、候補として他にも。あとはまあそうだね、難しい。候補もしあればチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。以上です。バイバイ。